はい、はじめまして、順次と申します。では今回はですね、アスカウサギさんという方が制作されました、こちら、I wanna be the、これはですね、ブラティアバウクスと読むようですね。こちらのアイワナをやっていきたいと思います。で、リドミをね、早速読んでみたいと思うんですけども、まず今作、記念すべき第1作品目となりますとありますね。で、ですね、このアスカウサギさんがあのツイッターでですね、こう制作過程というか、よくこうスクショをね上げられていまして、私もそれよく見てまして、でこういつこう公開されるのかなと思っていたんですけどもね、それがね最近ついに公開されたというのがこの作品になります。じゃあちょっとリドミをいろいろ読んでいきましょうか。はい、かなりの長編、あ、言わな、かなりの長編らしいですね。で、難易度は中級者から上級者向け。で、基本的な内容はさまざまなテーマの張り毛、ボスは耐久が2つと。で、隠しアイテム、かっこあまり隠してないけど、は全部で8つ、8個ですね、ありますと。で、セーブ取得後はセーブし、あ、アイテム取得後はセーブしないと保存されないとか、このアイワナには通常クリアと完全クリアがあり、通常エンディングの後アイテムを取得すると通常クリア、完全エンディングの後アイテムを取得すると完全クリアと、いうことですから、まあね、こう順々に進めていきたいかなと思います。でですね、本来は、こうツイッターのフォロワーさんの方が、アイワナをね、ご自身のものを公開された際は、私あの単発でやってるんですけども、まあ、最近あの単発と言いながら結構ね、あの普通のメイン作品ぐらいのものをやっているっていう傾向もありますし、ちょっと今あの裏でカミリア3で、あのもうコンスタントにボスに挑みたいなっていう、まあ、2つの理由から、今回はね、まあ、超長編って書いてあったかな、あ、長編か、というこの作品ではありますし、なんですかね、単発としてではなくて、あの通常のメインとしてね、前やっていたのヘブトラみたいな感じに並行してプレイしていきたいかなと思ってますね。はい、ということで早速やっていきましょう。シフト、おお、いいですね、この色使い。では赤でいこうかな、赤で、赤好きですからね、いきましょう。ほい、よし、 OKOK、 セッティングバッチリ。ではゲームスタートいきましょうか。あ、ゴー、お、まあ、とりあえず読んでいくか看板。大まかなルールの確認説明です。あ、シフトキーでジャンプできるよ。あ、チュートリアルステージってことですかね。あ、これは親切ですね。基本的な操作はもう分かってるよって方は、少し白っぽい看板だけ読んでいってください。まあ一応全部読んでいきましょうかね。よし、じゃあ行きましょう。あ、ゴー。あ、チュートリアル。あ、結構ありますね。チュートリアルと。まあ、とは言っても本当に基本的なことしか教えないけどね。左右で移動、これは大丈夫。2段ジャンプができるよ。 Z キーでショット、セーブを打つとセーブができる。遠くから打ってもセーブできるけど、うん、なるほど、とりあえずやってみようということで、つまりはこれ始めたての方向けですよね、チュートリアルがあるってことは。でもなかなかすごいプレイヤーってことですよね。チュートリアルがあるってことは、まあ、その、なんていうんですかね、初心者というか、初めて手にする人だと思うんですけども、まあ、もともと上手い人なら別としても、初めてこの操作を知るっていう人が、この中級者、上級者向けのアイワナをやるっていうのは、なかなかパワフルな方ってことですけど、よし、もし、よしじゃね、リスタートができる。トイレに行きたくなっても大丈夫。OK、OK。それは頼もしいね。あれ、あ、そっか。あ、なるほどね。で、早速使えると。ああ、考えられてますね。あ、この BGM 好きですね。このなんていうんですかね、こういう曲調って、カントリー調っていうんですか違うかもしれないけど、うまく使って通ろうと。よしで通ってくるね。でここはたくさん立ち止まったり高さを変えたりしてうまく調整しよう。あ、こういうところね。 OK、 よしで、ここ、あ、ちょっと待ってください。よし、やっていきましょう。ゴー。たまに罠もあるよ。針やブロックにも気をつけてね。まああまり手の込んだ罠はないけどね。うん、ないのだ。あるか。おっと、ああ下か。おお、ゲームオーバー、カラフル、いいですね。あ、こっからか、こっからか。そうかそうか。よし、ってことは、ああ、ほいっと、おっと、危ねえ。よっ、
危なセーブ。これでチュートリアル終了なのかな。あ、やばい。お、血しぶきもちょっとカラフルテイストですね。ショット、この喋ってるのはシュートくんです。彼を撃つとゴールへの道が開くぞ。あ、シュートって言ってますね。口パクパクしてます。撃ちます、ほい。あー、こういうことか。なあ、罠出てきましたね。結構 BGM が好きですね。この BGM なかなかいいセレクトだと思います。一応中級者から上級者向けのアイワナだからもう説明しないよ。多分わかるよね。 OK、 わからなかったらごめん。そうそう、言い忘れてたけどこのゲームには隠しアイテムもあるよ。このマップにはないけれど暇な時とかは探してみてね。全部集めるといいことあるかも、あるかも。それじゃあ頑張ってねということで、バイアスカウサギさんと。では冒険に出発しましょう。キットくん、ここは罠だらけというステージ、では行きましょう。こう順に右に向かっていくんでしょうね。おっと、あー、そうそう、こういうね背景、おっと、このタイル結構いいですよね。うん、綺麗。あー、罠だ、罠だらけと言って罠が来るのは当然。お、あ、いいねこの BGM。 あー、結構結構本当にだらけです。あー、やばい、危ない危ない、忘れた。ほい、どうなるかな。下多分ぬ、あ、いや、そうくるか、そうくるか。あ、いい BGM、 こういう曲調も好き。あ、いいな選曲。あ、しまった、忘れてたん。よし、選曲いいですね。ここ、ここ、そしてこれが確か OK。 これ、あー、あー、来ないか。あー、あー、来ない。 OK、 なんか、あー、そうなるか。ほい、もうちょい下か。お、あ、オッケーオッケーオッケー。こっちか。あれ、え、え、どこだ。そしたら、あ、待って、上か。あ、違うか、こっちかな。あ、違う、違うな。そしたら、どこだ。え、どこだ。ん、あったのか。触れてなかったんだ、さっき。あ、通りでもうないもんなと思ってたんですよね、今。触れてなかったんだ。しっかりジャンプしろよ。よっ、あれあれあれ、ここじゃなかったっけ。ここか。よしよしよし。お、あー、びっくりした。ってことは、あ、そういうことか。あー、びっくり、あ、くっだらけですな。本当に罠だらけですね。罠三昧と言ってもいいかもしれない。上、これ下で、オッケー、いいですね。そしてよっ、 BGM、 ああ裏返ったな。 BGM がいいと本当にモチベーションがかなり保てるから、私は結構 BGM 重視してるんで、あの、ああ、ここ難しいな。ほっ、あ、もっと早く、難しいの。たたんた、よしよし、うーん、まあ、これ上には飛んでこないでしょ。あるとしたらそこ、抜けない、うーん、怖い、うーん、大丈夫、うわそれは予想できなかった。次ね、たんた、うわー、ダメだ、ちゃんと、あ、だから、たんたん、あ、そうか、あの針だと思っていけばいいのか。そうですね、2個下にある針だと思っていけば、あれ、いいわけね。ここまで大丈夫か。で、ここで、あ、分かった分かった分かった、あ、そういうことね。そこでトリガー発動であれば、ほい、あら、ほ、よし、もうミスんない。タンタンね、いくよ、タンタン、 OK、 そういうこと。さあ次行きましょう。おっとっとっと、追いかけられるけど、うわーとすると、あ、わかった、かなり引きつけてこうだね。あー、考えられてますね、いいですね。あ、そう来るか、そう来ちゃうってことは、よっ、あ、しまった、もうちょい、このね、つるじゃんが結構、よし、んで入り込む、 OK、 なんかありそうだね。あー、あー、面白いですね。罠がちょっと読めない。
ところがいいですね。でこれは下にこえ、え、あれ、それまたどっか抜けんのかな。もういっそのこと西部のこの辺が、あーなるほどね、そういうことか、こっちはいけないのね。 OKOKOK、 それ罠エリア、え、なんだ今の、なんだ、いや、くそ、今のなんだ、どうしたら、早く行くと、ここだ、あ、一回戻ろっか、それがいいでしょう。オッケー、で持ってタンタン、なんかあるでしょう、つるつる抜く。このトラップってどういう傾けに作られてるんだろうな、ちょっと気になるとこですが、でここはつる、あ、なんかないとね結構わかんないな、出てくると分かってもそれがまた難しい。よしね、タンタン、そしてここね、下にブロックあるつもりでいけよ、よし OK、 すんなりは生かす、あ、セーファーで、あーあ、なんでそうなっちゃうの本当に、よっ、よし OK、 もう一回よ、よしよし、 OK、 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 さあ次、ターンターン、よし、はい、くっそ、どうすればいいかちょっと今反応できなかったな、残念なとこだ、だからよしで、あ、そこが抜けるのか、抜けてるか、大丈夫、よし OK、 でなんか右も怪しいんだよな、隠しアイテムか、あ、なんかありそうですね、この BGM かっこいいな、あー、なんもないか、あー、なるほどね、実はセーフティーな床があったってことね、これは、あ、こんな感じ、あ、飛んでくれんのか、なら OK ですね、そい、あ、そい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 、そいそい、安全、そしてほい、よし OK、 さすがに西部の付近にはないでしょう、あー、そこどこで飛んだ今、あ、しまった、うーん、根元、根元スタイルってことか、危ね、今もちょっと危なかったですね、あ、早い、どこまで行くの、それが結構難しい、お、来た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 、オッケー、お、頼むよ、危ねえ、簡単、よし、うん、いい難易度ですね、あー、行けるか、こう来て、上、下、下、下、どっちだ、こっち、あ、なんもなかった、なんもなかったよ、ということは、こっち、あ、危ねえ、でする？うわあ、そこも抜けるか。なるほどね。そこが抜けるってことは、こ、あ、やば、びっくり、忘れた。するでいって、こうか。横スライドか。あ、違った。そうくるか。あった、あった。よ、でここ、よし。なんかありそうだな。これこっち行っちゃいけないでしょ。あ、行け。やば、ああ、そういうことか。なるほどね。一個高いっていうトラップで、くそ。まだまだ可愛い方だぜ、そんなの。ほいっと。こっちなんもないね。なんかね、ルートがそもそも、ああ、根本から違うって可能性もあるから、あ、それをね、確かめつついかないと、あ、早いね。これなんで右下あんの？あれ、やっぱなんか入ってみようか、今ちょっと入れなかったけど、なんかあるでしょう、なかったら穴ないもん、ほい、あ、なんか、ん、これは上がってくる、うわー、ん、それ何の意味があるんだ、これさ、待てよ、あそこ隠しアイテムってことじゃないかな、ワープが実はあるとかないとかそんな感じじゃん、なんか落としたよね今、まあいっか、あ、しまった、忘れてた、
あぶねー、よしよしよし。気になることは試してこうぜ。あそこだよね。とりあえず戻ってみましょうか。ほっ、で、ここ。あぶね。あー、なるほどね。これ抜けるよね。折り返す用にあるっていうことは考えられますね。あー、それはあるな。あぶね。だから、ここだよね。あ、なんかあった。今星ありましたね。取ったぞ、隠しアイテム。で、また戻るんだよね。戻ればいいんだよね。ただ戻るだけ。もう罠は全部発動しきってるから。あほいっと、よしよしよし、1個取った。早速取った。こんな感じであるのか。ってことは、そっか、なんか怪しい動きをするところとか、とりあえず極力ね、調べていきましょうか。あー忘れた。そうしましょう。うん、よく当たんな、ここ。ほい、じゃあ正規ルート行きましょうか。なんかこう飛んでこなかったっけ。あ、来たよね。あぶね。そしてよっ、あぶな。なにこれ、なあ、そこに針ある。針あったか。あっと、そう、そこね、結構食らってんですよ、そこのトラップがね。もう先のことばっか見ちゃってるから、あの、ほんと足元救われるんですよね。ダメよ、ちゃんと前を見ていかなきゃ。あぶね。よし、 OK。そして、うん、まあでもすんなりは行かせてくれないでしょう。まあ、とりあえず、あ、マジか、くそ。スルで降りて、あ、飛んでこっち、オッケー。でそこ頭打ちするから、よし、オッケー。ふう、さっき取ったアイテム星でしたよね、確か。星っぽい。ちょっと待って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 。あ、よかった、あぶねー。あ、来るんだこっちまで、恐ろしい。追尾せ、うー、それどうする。え、でも、え、うーん、あー、あ、わかったわかった、上が抜けんだ多分。あ、そういうことだ。おしおしおし、そうでもないとだって回避できないもん。ちょ、あ、くそくそー、頼む、危ねえ。今もう本当にまぐれっぽい感じだけど、タンタン、足元違うか。まあ、とりあえず、いや、くっそ、上が抜けるん。あ、でもそれ何のために。針の方がスピードが速いんだよね。よっ、あぶね。若干ね、タンタン、ここは一気に一気に、またまた、アップね。よしよし、デカバったぞ。その針横向いてんのが気になるんだよな。お、なんかあるかな。あ、なさそう。まあ、なさそっか。しかし何度も言いますが、 BGM かっこいいな。うわー、びっくりした。これあれだ、あのトラップ、トラ言えてない、トラップの部屋とかによくあるね、あの映画とかでガーッとこう針が迫ってくるっていうね。うーん、でも今間に合ったかな。あー、こうな、あー、そこにはブロックがあんのかい。そして曲が終わってゆく。それは、あ、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。あれ、セーブ、よし。あそこにショット、あっと、これ多分、あ、なるほど、共通なのね。トラップ共通作戦ってことか。よくわかんないけども、それも共通作戦って何だよって話したけど、よし、もう共通にしてるっていうのはちょっと不意をつかれますね。あ、なんだかんだ来れてた。そう、当たっちゃうな。ここでまた落とし穴トラップか。よくこれかかるな。お、オッケーオッケーオッケー、よし、頼む、間に合い。あ、しまった、針がある、針がある、そこ、うん、四隅に針。でも撃ってどうなるか。もう撃つまで試したかったな、どうせだったらね。多分その撃ってびっくりするようなところに出てくるんじゃないかなと思うんだよね。あ、そうなってんだ。よしよし、オッケーオッケーオッケー、入れ、ゴー。でもさ、あそこまで行けば針は追ってこないから、最後のトラップはゆっくり焦らず越えていけばいい。まあ、焦っていいことなんて一つもないですからね。焦るなよ、冷静に。よし、あれあれ、あ、もっと下、あ、こっか、オッケーオッケー、もう来ない、行くよ、ほい、あー、来たー、オッケー。よーし、では今回、パート1はここまでにしたいと思います。
まあ、次回はねこのレッドゾーンレッドステージに入っていきたいと思います。とりあえず看板だけ読んでみようか。はい、長い道のりもめげずにということは結構長いのかな。罠もありつつ針も針ゲーでありつつみたいな感じかな。まあ、ちょっと入ってみないとわからないですけどもね。では次回はこのレッドゾーンもう何度言うんだよくどいっちゃ話ね。ステージに入っていきたいと思います。では今回はこの辺で終了したいと思います。アイオナビーザーブラティアバウクス、あ、面白いですね。うん、あの罠がねちょっと読めないっていうところがまず一つ面白いのと、まあ、何よりも BGM の選曲が素晴らしいですね。うん、すごく好きです。はい、よし、ではまたね次回頑張っていきましょうということで、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。